ホーム都立火星駅は東京都中野区佐欺宮一丁目にある西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は SS08。駅名は東京府立中野高等火星女学校に由来する。昭和13年に学校が中野区桃園町から現在地に移転するのに先立って移転先が偏僻な場所であった火星女学校の父母と学校長が西武鉄道に 新駅の開設を陳情し、地主による土地提供を得て、西武鉄道が富立火星駅を新設した。そのため、詐欺の宮駅の東側500メートルに位置し、詐欺の宮駅ホームと都立火星駅ホーム間はわずか300メートルしか離れていない。西武鉄道の重量編成の電車が200メートルであることからも、駅間が比較的近いことがわかる。 両駅ホームから隣駅が見える距離に位置する。火星女学校は、詐欺の宮高等学校へ、公名解消されたが、旧来からの火星が入る駅名を採用している。これは駅前に火星銀座商店街が誕生していたことや、地元の愛着もあり、西武鉄道から東詐欺の宮駅へ解消打診を受けるも、地元が旧来からの駅名を選んだためである。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム有校長は8両編成分である。各ホーム間は地下道により連絡している。この地下道は1984年春に完成し、使用開始までは校内踏切により連絡していた。現在ある駅横の踏切は夕方から夜にかけての時間帯にかけ長時間、開かない、いわゆる開かずの踏切の一つである。 駅舎は下りホーム側の南口と上りホーム側の北口の2カ所で、北口改札は係員を配置していない。北口の開設時間は6時45分から21時30分までであったが、2010年3月30日より、初電から上り終電まで利用可能となった。トイレは南口駅舎改札内に設置されており、多機能トイレも併設されている。 詐欺の宮川のホームがカーブしているため、近年では上り西部新宿用ホームに注意喚起放送が導入されている。2020年度の1日平均乗降人員は14,360人であり、西部鉄道全92駅中55位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通りである。北口あたり駅前にある踏切は、 開かずの踏切の一つであるが、歩行者の円滑な移動を目的として2008年2月4日から2月22日まで、校内通行券の配布実験が行われていた。当駅と詐欺の宮駅との駅間距離は500メートルしか、なく、これは、西部新宿線では一番短い。ありがとうございます。